はい、高須美希也です。今ネット上である YouTuber の方がその A カップから、E カップか F カップぐらいに大きくなったと。でその効果は、豊胸サプリを飲んだからとか、あと豊胸のクリームを塗ってマッサージしたから大きくなったってずっと言い続けてたのに、実はその人は豊胸手術をしてたのではないかという疑惑が出てて、それで今ネット上で話題になってますよね。でそのことに関する僕の意見は、何今更騒いでるのですね。なんでかっていうと、もうこういうことってもうずっと前からあり続けてて、僕ら美容外科医とかね、常に注意喚起をしてきたんですよ。でその YouTuber の方が本当に豊胸手術してたかどうかっていうのは、定かではないんですけれど、そのことに関してはもう何も言わないんですけれど、豊胸サプリとか育乳マッサージとか、あるいはナイトブラとか、豊胸クリームとか、そういうことをですね、美容整形以外のことをやり続けて、 A カップからもう E カップとか F カップとかになるってことはですね、普通に医学的に考えてありえないことなんですよ。仮に A カップから E カップになるってことは B、C、D、E 4カップ大きくなるってことですよね。ボリューム的には 400cc ずつぐらいのボリュームをアップさせる必要があるわけですね。となると、400cc とかそれ弱ぐらいの何か物を入れないと普通は大きくならないんですよ、僕らの考えだと。だったら本当に4カップ大きくなった人がいるんだったら、350cc とかね、場合によっては 400cc とかね、巨大なシリコンバッグを入れたんではないかなって、普通はね僕らの感覚だと思うわけですね。で世の中に豊胸サプリとか豊胸クリームとかね、あと豊胸マッサージとかね、光豊胸とかね、いろいろね、なんか怪しい商品とかサービスって巷に出回ってるんですけれど、どれもね、眉唾もののものが多いんですよ。で一番多いのは豊胸サプリで、プエラリアっていうものですね。プエラリアっていうのは、タイとかミャンマーとかで取れる植物から抽出されたエキスで、それ自体は、弱い女性ホルモン作用があるので、理屈の上ではその女性ホルモン作用になって、バストの脂肪が発達したりとか乳腺組織が発達して大きくなるっていうのは理屈上はあり得るんですけど、その成分自体はですね、ほんのわずかしか含まれてないとか、あるいはその活性作用自体が弱いっていうのもあるので、それを飲むだけでですね、 A カップから E カップとか F カップになるってことはですね、普通に考えてありえないですね。だって大量に女性ホルモンを注射し続けてもそこまで大きくするのって難しいわけですよね。本物の薬のホルモンを注射した場合ですよ。でもプエラリアって基本的に薬品じゃなくて、日本国内ではもう食品なんですよね。もうサプリメントっていう形で、普通に薬剤師とか医者を介さずに業者が一般人に売るっていうことができる、それだけね、ハードルが低いものなので、そこまでの作用ってね、普通に考えてありえないですよね。だから豊胸サプリ使ってる人の話ってよく聞くんですけど、うち の胸が悩みでいらっしゃる患者様とかもね、豊胸サプリ使ってたっていう人たくさんいらっしゃるんで、ほとんどの人がね、もう全く効果がなかったって言いますね。で中にはね、ほんのちょっと膨らんだ感じがするかもっていうような程度の効果で、もうほとんどの人は全く効果が実感できなかったっていうわけですよ。で、サプリではそういう感じで、あと豊胸クリームっていうのもあって、豊胸クリームの中にも プエラリアが含まれているものとかあるんですけど、そんなものをね、皮膚の上から塗ってですね、乳腺の組織や血管内の中に入るとかね、そういうことは普通に考えてありえないですよね。もう皮膚がバリアになってますんで、そこまで浸透するっていうこともありえないので、豊胸クリームなんてね、もうこれこそね、僕らから見ればですね、もうインチキですね、これは。
詐欺に近いものだと思ってますね。あとはよくマッサージで周りの肉をこう脂肪を寄せ集めてきて胸にたまらせたとかね、そういうことを言う人もいるけど、まあそれも普通に考えてありえないですよね。脂肪組織がこうやって手でマッサージすることによって移動するわけじゃ普通ありえないですからね。もし本当に移動するんだったら、その余分なところを脂肪吸引して取り出したものを注入して静着させるとかね、まあ、それこそ美容整形の手術になるわけなんですけど、それぐらいしないと脂肪って普通移動しないわけですね。まああとは太って胸を大きくしてその後ダイエットして痩せたら胸だけ残ったとか、まあそういうことをおっしゃる人もいらっしゃいますけどね、まあ、それも普通に考えてありえないです。胸だけ残るっていうのは、まあ、医学的に考えてありえないことなので、まあ美容整形とかね、補強手術以外で A カップから E カップになるとかね、まあ、普通に考えてありえないわけですよ。でなんでそういう YouTuber とかインスタグラマーとかそういうモデルさんとかがね、やたらと補強サプリを宣伝したりとか、あるいは補強クリームを宣伝したりとかするかっていうと、まあそれはもちろんね、もうお金が目的なんです。企業案件であったりアフィリエイトであったりして、そういうものを宣伝するんです。どこどこの会社の補強サプリを使ってよかったよ、こんなに胸が大きくなりましたよっていうのを YouTube とか Instagram で上げることによって、それにつき、まあ、いくらかお金が何十万円とか分かんないですけどお金が降りてくるとか、あるいはね、補強サプリとかクリームなんかはこのそのインスタグラムとか YouTube を見て買ったっていう人が、何人いるか何個売れるかによってそのインフルエンサーに収益が入ってくるっていうシステムになってるんですよね。売上のまあ 10% か 5% か分かんないですけどね、それぐらいの収益が入るシステムになってるので、まあ、頑張ってそういうクリームとかサプリを宣伝して売れば売るだけその YouTuber や Instagramer のところにお金が入ってくるシステムになってるんで、もう一回その味を占めてしまうとですね、もう自分のファンのためとか、あるいは自分の大事な視聴者のために幸せになってほしいからいいものを紹介するっていう気持ちはね、もうなくなってしまうんですよね。なのでね、僕企業案件とかね、アフィリエイトってね、あんまり好きじゃないんですよね。やっぱりその YouTuber とかアフィリエイターがね、本当に自分のファンのためにいいものを紹介するという気持ちがどんどんなくなってきて、金の亡者になってしまうんですよ。お金に目がくらんで、自分がお金を得るために悪いものでも、全然効果がない詐欺まがいのものでも何でもいいから、どんどんね、発表して売りつけて自分の収益に結びつけようって、そういうふうになってしまうわけですよね。ということなんですね。なのでもうそういう案件ってね、昔からいっぱいあるんですよ。豊胸サプリ、豊胸クリームをインスタグラムや YouTuber で宣伝してるモデルさんとかね、 YouTuber の人ってね、ものすごいたくさんいるんですよね。なので、まあ、僕らからしてみると、まあ、こういうのに騙されて買ってしまってお金を無駄にしているかわいそうな人がいるんだなってね、なんかもう哀れに思ってしまいますよね。はい、ということでございました。